皆様こんにちは。48時間ほどの激務を終えて出撃中でございます。私、係留期間中はできる限り仕事を詰め込んで釣りできる時間を確保してるんですけど、まあ年いってきてそろそろ休めようという感じもしております。前回聞いてもらった方はわかると思いますが、今回も少しだけおっさんの主張であります。前回は放流エリアについての持ち帰りの話をちょっとしたんですけど、今日は放流エリア外についてちょっと話したいと思います。放流エリアの魚は毎年ゼロになるぐらいまで抜き切っても毎年漁協さんが放流していただけるので、魚がいなくなるということはまずないんですけど、放流エリア外は持ち帰ると魚は減ります。で、まあいなくなることはほぼないんじゃないかなち今までの経験で思ってるんですけど、もうどんどん抜けば抜くほど釣れなくなっていくと思っております。理由は放流エリア外、まあまず放流エリア外っていうのが、放流した場所から魚は基本的に上流登ってって産卵するんですけど、その途中に堰堤とか滝とかあると、まずもうそれが遡上止めとなって、遡上止めとなって登れないので、もうそれ以上上には登れないことになります。で、なんで遡上上にまでおるかっていうと、砂防の場合はその砂防ができる前からいる魚がそこで命の循環を行っていると。で、滝の場合はその滝になる前からいた魚か、もしくは釣りの愛好家、自分たちみたいな人がその滝の上までいる魚を持ち上げて、未だに繁殖してるかのどちらかになると思います。で、その魚っていうのはそこで要は、次の子孫を残すんですけど、自分もあまり詳しくはないんですけど、自分の知ってる知識ではサケ科の魚は一旦下ると、川を下って下で成長して登ってくるんですけど、その途中のその遡上止めに引っかかっても、元々行ったとこまでは上がってこれなくなると。じゃあなんでおるかというと、生命力の強いとか縄張り意識が強いやつがそこに居つきとなって残ってる魚がいるんだと思います。その魚だから次の世代が生まれなくなると、もうそこのエリアには魚がいなくなるということになると思います。結局何が言いたいかというと、放流エリアから第一遡上止め、それから上はもう持ち帰らないでください。どんどん魚はいなくなります。もう極端な話、漁協さんはもう最初の自分たちが放流してる範囲から最初の遡上止めから上はもう完全キャッチアンドリリースの規制をしても良いぐらいあると私は思っております。まあ魚がいなくなる原因については、大体自分の考えはそういうとこだと思っております。さて、今日も大分県に出撃中なんですけど、それでは行ってまいります。
遊漁礁の購入迷惑駐車しないキャッチ&リリースゴミは必ず持ち帰りお願いいたします。おお、ヤマメっぽいな。ヤマメに戻っと、よし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 。さすが、さすがやな。えい、ちびやけど。こう、全く黒点が出ちゃうけど。すごいよね。ツルツルヤマメやな。全く黒点ぐらい。ニジマスに競り勝ったかな。やっぱりニジマスか。やっぱりニジマスちゃんか。はい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 。お、綺麗になったね、だいぶ。でも。やっぱりできますよな。行きます。豪快やな。はい、ヒゲなしちゃん。まさかこれ、また今年入ったとか？言い方よ。
れないけど。ヒレなしにじます。ヒレなしにじます。他のヒレは綺麗になってる。何本ある？急須27。色はかっこいい。はい。綺麗綺麗ぞこれ。すごったんかな。すごいと貸してるぞ。
若いサンマが釣れそう。聞いてるな。なんだかな。おりました。7分前くらい。はい。7分あるなし。ありましたはいはいはい、サンキュー。最後までご視聴ありがとうございます。